はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、政治について丸2をお送りします。で、前回からね、この政治に関する話が始まって、これで2本目です。で、今回は全部で7個の穴埋めがあるんですが、1個ちょっとね、謝ることがというか申し訳ないことがあって、これ1番の答えがあるでしょ。これね、1番めちゃくちゃ使うんですよ、今回。だから1111111って1がいっぱいあるんですけど、同じね、こう波線が入ってるところは同じ答えになりますので、ちょっとね、めんどくせえなって感じもするんですけど、そんな感じでね、お付き合いください。では、できそうな子はね、いつも通り動画を止めてやってもらって、で、少し確認してもらってね、わかんないのがありそうであれば、今からね、全部穴埋めね、説明しながらやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、その1番から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回その、ね、政治に関すること最初にやって、いろいろ少数意見の尊重とかね、多数決の原理なんてやりましたけど、で、その間接民主制をやるために、多くの代表を選んで、それがもう議会を作ると、みんなでこう集まるんじゃなくて代表者を選んでね、で、議会作るじゃんか。で、物事をその決めるときに代表が集まって、ときに必要となるのがその一番の答えです。で、それ何かっていうと、政治で実現したい理念とか、達成しようとする政策について、同じ考えを持つ人々が作る団体です。で、それが必要なの。で、それが何かっていうと、政治のせいに、党ですね。これで政党と言います。なので今回一番の答え全部政党が入るんで、ね、それそういうつもりで聞いてみてください。で、政党っていうのは、こうニュースとかで聞くとね、よく聞くと思いますけど、自民党とかその民主党とか、何々党ってあるでしょ？それが政党です。で、特に国の政治ね。国の政治では議員って言うでしょ？議員さん。で、議員は、ちょっと同じ答えどんどん書いていくね。その政党を中心に活動しています。だ、基本的に何々党っていうのに所属してる人のが多い。で、その中で複数の、なんかいっぱいね、いろいろある中で、複数の政党が競争する。ね、どっちかどっちっていうね、競争するほにゃららが行われています。で、これのことを、政党が中心になっている政治なので、そのままだね。政党、政治と言います。こういうのをね。政党、政治です。で、最近の選挙では、またまたですね、その政党は実施する政策、つまり、うちらはこういうことをやっていきますよ、みたいな、いう政策とか、じゃあそれをいつまでに目標を達成しますよ、みたいな。そういうのを明記、だからみんなが読める状態ではっきり記述したあるものを発表します。で、これ2個言い方があって、おそらくカタカナの方がね、みんな聞き覚えがあるんだよ。で、ちょっと先に漢字の方から書きますね。漢字で書くと、政治に、権利に、で、公の約束ってことだね。政権公約って言います。で、カタカナで、言うと入るかな、これ。マニフェストって言います。多分こっちの方が聞く覚えあると思うんだけど。ね、このいつまでにこういうことをやりますよ。それをいつまでに達成しますよ、とか。あと今回書いてないですけど、お金、財源はどっから持ってきますよ、みたいな。そういうのを発表する。それをマニフェストって言います。で、それを発表して、で、支持を集めるでしょ。で、ここに何々党がいい、みたいな。支持を集めて、多くの候補者を当選させようとしたいんです。政党は。一人でも多くの人をね、自分のところ、自民党なら自民党から当選させたいと。で、首相がいる国、これ日本もそうですね。今安倍首相ですけど、首相がいる国では、最もたくさんの議席を獲得した。つまりこれ議席を獲得っていうのは、最もたくさんの人が当選したってことです。いいね。簡単に言うとね。で、当選した人を獲得した、また同じだね。政党の、そこのリーダーが首相になります。基本的には。いい？ほとんどそうなる。
だから今自民党が一番ね議席を持っているので、自民党のトップである安倍さん、安倍首相が今首相をやっていると。でその人が首相になってあるものを組織します。でその組織するものが内閣です。ちょっと出なかったねこれね。内閣を組織すると。で、まあ、内閣組織するっていうのは何々大臣とかいっぱい大臣がいるので、それを決めてってね、その内閣って一個のグループを作る。でその内閣を組織して政権を担う、つまり政治をねこう中心になって運営していく、その政党のことを与えるに党で与党をと言います。与党です。でセットで覚えてほしいのが、それ以外、与党は1個ですね基本的に。まあ基本1個じゃない時もあるけど、それ以外のやつをこののに党と書いて野党をと言います。いいね、与党と野党です。大丈夫かな。でさっきね、一つ、基本的に一つだよって話をしたんだけど、一つじゃないこともあって、ちなみに一つの、これラストかな、この政党はね、書くの一つの政党がね、その持つ議席、さっき当選者のやつね、議席では過半数に達しない場合、これ過半数っていうのは半分より多い状態です。例えば500だったら251だね、より多い場合、そこに行かなかった時は、そこで行かなきゃいけないんだよ、半分より多くね。そしたらやっべ、30足んないから、じゃあ40持ってるホニャララ党とうちらちょっと仲間組むかみたいな感じで半分超えたいんでね、そういう場合は内閣が他の複数の政党によって組織されることがあります。いいね、ここの党だけじゃちょっと足んないんで、ちょっとお前んとことさグループ組みたいんだけど、半分超えたいしみたいな感じで、こうやってくっついてね、政党をこう組織することがあると。で、こういうのを、ちょっと待ってね、連立政権って言います。これよく連立政党って書く子がいるんで気をつけてね、連立政権だからね、ここねって言います、こういうのをね。いいかな。では、今回は社会の公民政治について ② をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、まあ政治について ③ なんですけど、選挙について特集していきます。選挙って言葉はね、もちろん聞いたことがあると思うんですけど、選挙にも実はいろんな種類があります。なのでね、まあ、その辺を特集していきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。